皆さんこんにちは、エルザです。今回はトライストリンガークラボを使わなくなった理由について解説をしていきたいと思います。まあ、正直トラコラに関しては最初楽しかったんですが、扱いがやっぱ難しいなっていうのがありましたね。サブとスペシャルの使いどころも無印に比べると難しいですし、何よりキルを稼ぐのにメインダーリな部分があります。そういった点もありまして、今回はトラコラを使わなくなった理由としてトラコラについて考えていきたいと思います。それでは最初はいつも通り普通にプレイした動画を流しますので、解説が気になる人は概要欄から飛んでいってください。それではスタートです。はい、それではガチエリアやっていきたいと思います。で、トラスコを使ってます。トラコラの画像を探したんですけど、トラコラはね、ほんと触ってなさすぎて、見つからなかったので、今回トラストの試合をやっていきたいなと思います。まあヒラメだね。ヒラメはなかなかしんどいよね。初動でキル取れるかで大きく変わるからね。さあ、ここ一発。味方2枚落としてる。ナイスすぎる。さあ、右側なんかいるような感じしたけど。あ、逃げたね。よしよし。さあ、エリアを取って、こっから抑え込む。やっぱ左来るね。逃げろ。よし。逃げたね。よし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 。で、こっから左の押し込み、ハンコと挟みたい。あー、でも味方やられちゃった。ポイズン投げて。まあ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 。一人残ってるからね。ナイス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 。それナイスすぎる。これいけるかな。これ最悪なのは最後の一人だけ抜かれるっていうパターンよね。さあ、一旦、ちょっと下がって、横を見て、いるよね。あぶな。メガホンナイスすぎる。やっぱ警戒しといてよかったね。左に左いた方ほんと大事だよね。誰かやっぱ一人はマークしとかないと。さあ、仮ランクをいじめ抜いて、いじめ切ったけど倒せなかったか。さあ、メガホンポイズンで抑えながら、メガホン刺さったね。はい、そこ。当たらないか。これはちょっと下がってだな。逃げれないね。いやー、まあまあ一人でやっぱ抑えるの難しいよね。あ、中央。まだ取れないか。ちょっと返すの大変そうだね。こうなるとね。上から来た。お、ナイス。ありがとう、カバー。こういうの一緒に合わせてくれる味方は本当助かるよね。楽。何より楽。ね、ここはやっぱ左かな。うん、来てたね。はい、ポイズン投げて、また、またそこか、お前は。ナイス玉。ナイス玉がやらしい。とりあえずそこ追っ払って、ここを気打ちして。いやー、カニタンクにハンコは痛い。辛い。ここ?そこ取って、右下いる。で、左奥いる。ナイスナイスナイス。ね、ここからいるんだよな。アギトラが意外とそこを粘ってんだよな。あ、逃げた。逃げるの早い。もうびっくりした。あ、でもカバーしてもらってるから、ナイスナイス。やっぱ一発当ててると味方も倒しやすそうだよね。あ、これは前に出ていってエリアを取りつつだね。うん、エリア取って、マップ一回見て、左は大丈夫。ああ、ナイス。味方ナイス、そこ。正面。あとちょい。あと10秒ぐらい。メガホンと。これ塗りたいね。よしよし、塗りキープ。抑え込んで、ああ、もうちょいもうちょい。もうちょい、インクが足りん。単純にインク足りなかったね。ナイスナイス。ヒラメはほんと中央取り続けるの大変だよね。取れると楽だけどね。はい。っていう感じで、トラストの試合でしたが、今回こんな感じとなります。それではね、本題の方に入っていきたいなと思います。それでは本題に入っていきます。今回のテーマは、トラカラを使わなくなった理由について紹介したいと思います。今回は使わないと言っていますが、決して弱い武器というわけではありませんので、その点は注意してください。まず、トラコラが使わなくなった理由、まあ難しい理由ですね、について一つ目ですが、
弱くはないけど味方依存しがちという点です。まあ、サブとスキルを見てもらうといいんですが、どちらも塗りは強力ではあります。ですが破壊が可能だったり影響範囲の制限があるっていうのが難点ですね。そのため適当に使うということだけではなく、味方の攻め具合や位置に合わせて使う必要がメガホン以上にあります。まあ、壊されるにしても、ただ壊されるだけではなく、味方の隠れ場所や敵の邪魔などをしっかり狙う必要があるというわけですね。これが攻める味方や自分でメインキルが取れる人ならいいんですが、総合的な対応力が必要となるためなかなか難しいなと思います。まあ、そういった点を考慮するとメインの当て感が成長するまではどうしても味方の動きに依存しがちだなと感じるわけですね。これが一つ目の理由となります。なかなかね、光栄としては依存したくないっていうのはあるんですけど、まあ難しいなーっていうところですね。続いてトラパラが難しい理由2つ目についてですが、スプリンクラーを活かすのが難しすぎるっていう点です。これに関してはスプリンクラーの有効活用を考えるといいんですが、そもそも全てのマップを覚える必要があったりと、なかなか大変な部分があります。適当に投げて使うのもいいんですが、設置場所を効率よくしないと足場の確保や敵の動きを制限するっていうのが難しかったりするんですよね。一番わかりやすいのは相手の攻撃が届かない高い場所や壁裏といった鬱陶しい場所です。ただこれは均衡状態の時に活躍する場所ではあるので、前線に上がったりすると一気に使用場所が減るっていうのが特徴となります。もちろん時間稼ぎには使えるのでありなサブではあるんですが、意外と知識がいるサブなので難しさや無力感を感じやすいっていうのがありますね。まあ、それに比べると音が鳴るポイズンと比べた時に使い勝手の良さ、あとは感覚でわかる部分っていうのはどうしても比較しちゃうっていうのがあります。まあ、この点がね、使い勝手の良さというか、まあ無印がさらに楽っていうのがありますよね。で、続いて3つ目です。まあ、トラコラが難しく感じる理由についてですが、防衛がどうしてもメイン依存になるという点です。これは無印と比べるとどうしてもメインの精度が必要なのが原因となりますね。もちろんデコイチラシで通路を塞いだり、スプリンクラーで足場を常に確保したりという方法はあります。ですが破壊が可能なことと射程が短いこと、邪魔の強制力が弱めなことを考えるとちょっと足りないっていう部分があるんですよね。もちろんメインをガンガン当てれる人ならいいんですが、そもそも後衛で全ての攻撃を当てるっていうことは無理です。こうなった時にキャーリーになるはずのスペやサブがある程度の技量と知識を要するというのを考えると難易度はなかなか高いなと思います。以上3つの点が主にトラコラの難易度を上げている理由なのかなと思ってます。こうやって見ると知識が得る武器っていうのがわかりますよね。まあトラコラ自体が難しいっていうのもありますが、逆に今回紹介した難しい点を理解できれば強い武器だなっていうのもあります。でこういうチラシは味方の攻撃や起点、攻める際の補助として使えます。前線にいる味方の壁を作れるというわけですね。スプリンクラーに関しては足場の塗りを2箇所できる上、攻撃に集中する時間を稼ぐということも可能です。しかもこの使い方を理解した味方と連携できれば意思疎通ができるので強気に動けるっていうのもいいところかなと思います。この点はチームとかエリア関連では強いのかなと思いますね。まあ、難易度が高すぎるとかちょっと覚えることが多すぎるっていうのはありますが、まあ、トラストの基本を鍛える上でも重要な武器っていうのは感じます。ただそれを考えて今からがっつり使っていこう、覚えていこうと思うと、まあ、なかなか使いづらいなと。勝ちもやっぱ逃しやすくなるんでね、その分ね。なので、まあ、より使わなくなったっていうのがあります。まあ、それに比べるとやっぱ無印の方が完成度が高くてね、いい武器だなと思いますね。ということで、今回の紹介は以上となります。では、残り試合の時間もね、もうちょっとありますので、見ていきましょう。まあ、ちょうどね、残り15秒ぐらいというところで、まだリードは取れてると。ただ敵もスペシャル使ってきてるんでね、押し込んでくるね。これ取れれば、あ、いいね、いいね。さあ、あとはエリアを塗って確保して終わりと。まあね、トラコラも使っていきたいなっていう気持ちがありますが、どうしても
防衛が難しいところがあるんでね、今後もまたトラストは使っていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラン動画やその他のゲームも随時投稿してますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。